2023年7月の28日、あちらが、タオジ駅の方で、こちらがビーカムで、あの建物が多分お金の換金場だと思います。確かメダルに交換してお金に交換するのなし、あとは政府でも対応してください。もう多すぎます問題が。